今回は大人の発達障害について私のブログ記事を紹介したいと思います。学校の先生は発達障害の方多いってね、よく言われますけど、皆さんはどれに当てはまりますか？ ADHD 犬、ノーマル犬、 ASD 犬ということで、私は ASD 犬のね、間違いなく人間だと思いますけど、皆さんどうですか？で、私の個人事業では発達障害犬成人支援プログラムっていうのを作成して、大人の方にね、相談をね、もしいただいたら、アセスメント、できる限りのアセスメント、それからアドバイスさせて、カウンセリングさせていただいてるんですけど、まあ、その説明をしようと思ったんですけども、この大人の発達障害っていうね、この言葉自体の定義が曖昧なので、そのことについて、この記事を書きました。食事は発達障害は病気ではない、障害ではない、障害ではない、大人の発達障害の定義特性とは何か、前半後半、3人に2人は発達障害犬、まとめという順番でお話ししていきたいと思います。1番目、発達障害は病気ではないって、皆さんこれはご存知でしたか？ね、お子さん、学校のね、お子さんの中にも発達障害って診断されてるお子さんいらっしゃると思いますけど、病気とか疾患っていうのとはジャンルが違うんですね。そのことをお話ししたいと思います。発達障害は病気ではない、これ検索すると、発達障害病気ではないで検索するともうたくさんのページがヒットします。その中から、これ日本経済新聞の記事タイトルです。まあ新聞、メディアですけどもね。発達障害は病気ではなく脳の個性。まあお医者さんがインタビュー記事に、インタビューに応じている記事なんですけど。この表現は的を射ていると思います。病気ではなく脳の個性。わかりやすいですね。この他にも病院のドクターが様々な記事を書いてますね。病院っていろんなブログ上げてるところ多いですからね。発達障害は生まれつきの特性で病気ではありません。発達障害とは生まれつきの特性であって病気ではありません。発達障害は生まれつきの脳の特性で病気とは異なります。まあみんな同じようなもんですね。発達障害が病気疾患でないことは医学の世界では常識です。発達障害のことを精神疾患だと勘違いされている方もいますが、それは違います。精神疾患というのは病気ですからね、違いますね。では発達障害とは何なのか、本当に障害なのか、特性とか脳の個性とは何なのかを分かりやすく解説していきたいと思います。2番目、発達障害は障害ではない。これちょっとね、ややこしい言い方です。発達障害を定義するための国際基準には2つありますね。 DSM-5 と ICD-10 です。DSM-5 はアメリカの、ね、精神医学学会の診断基準ですね。これ2022年、去年に改定されています。 ICD-10 ってさっき吹きましたけど、最新のは11ですね、は世界保健機構の医療分類リストです。ちょっと違うですね、診断基準と。これも最新2022年、11は去年発行されています。このどちらも発達障害という用語ではありません。発達障害というのは英語で言うと、ディベロップメンタルディソーダーズっていうことですね。どちらの用語も神経発達症っていうことになってるんですね。医学の世界では発達障害っていう用語はなくて、神経発達症っていうふうに言います。これ英語難しいんで、なんとかなんとかディスオーダーズですね、はい、に変わったんです。はい、変わったんですね、はい、つまり2022年の段階では医学の世界では発達障害と呼ばずに神経発達症と呼んでいます。とはいえですね、世の中では発達障害という呼び名が広まっていますので、日常会話では発達障害といった方が会話がスムーズになります。そうですね、私たちの間で、ね、家庭での会話でもそうですし、多分学校でもそうだと思いますし、世間話する時もそうだと思いますね。おばちゃんたちの間でも発達障害っていう言葉の方が言いやすい。発達障害ではない、この難しい字書く場合がありますけど、それについて解説します。障害という言葉は日本独特のものです。世界共通じゃなくて、世界ではね、英語で言うんですけど、英語にその英単語に当てはまる日本語がなかったので、仕方なくこの障害っていうのをね、つけてるってことですね。昔は障害
と言っていました。これは昔の字なんですね。生下という言葉を使っていましたが、これは悪霊や怨霊が邪魔をしているという仏教用語から来た言葉だったので使われなくなりましたということですね。もともとこの生下っていう言葉はまあね、まあ言い方悪いですけど悪霊が取り付いているんじゃないかっていうような解釈で使われていたということですね。一方欧米では生下に対する見方が客観的に進んでいました。一つ目がインペアメント、身体的に欠損のある障害ってことですね。昔はですね、何十年前かはハンディキャップって言われてましたけどね、これ差別的なので使われなくなっている。インペアメントっていう、ね、発音違うと思いますけどね。二つ目がディスアビリティですね。これ社会的な意味での一般的なこういう障害ですね、はい、ディスアビリティ。三つ目がディスオーダーですね。これ医学的な意味での機能障害ってことですね。この機能障害っていうのをちょっと頭に置いといてください。四つ目がディフェクトルーティー、これ最近使われてるんでね、私はあんまり馴染みがありません。障害という言葉を避ける意味での困難さを表す言葉です。まあよく日本でもね、発達障害とかって言わないで困難さを抱えているお子さんとかって言いますね。それですね。例えば片方の目の視力が 0.6 以下になれば視力障害です。視力障害の場合はビジュアルインペアメントということですね。1、視力の低下は1の欠損という障害です。では発達障害という時の障害はどれだと思いますかってことですが、発達障害はディベロップメンタルディスオーダーズと言いますから、3のディスオーダーズ、医学的な意味での機能障害ですっていうことですね。ここも大事なんで押さえておいてください。つまり発達障害はディスオーダーズとは、ディベロップメンタル、発達上のディスオーダーズ、機能障害群という意味です。まあ確かに縮めると発達障害になりますね。発達上の機能障害群ですからね、縮めると発達障害になります。でも本当に大切なのは発達上のという部分と機能という部分なんです。ここが超重要なんですね。発達障害っていうのは発達上の、それから機能障害っていうところが重要なんですね。ここを理解しなければ発達障害を理解することはできません。では次に発達上のという部分と機能について見ていきましょうってことになります。大人の発達障害の定義。発達障害ということはもともと子どもに見られる特性として使われていました。これはですね、メディアが最初に取り上げたのは1989年なんですね。世の中に広まったのは大体2000年代ですね。あれから10年後のことですね。つまり大人の発達障害という言葉はその後を追うように広まってきました、ね、最初子供に言ってた言葉だったのに、そのお子さんがもう成長するにつれて大人になりますからね、その後を追うように広まったってことですね。時事メディカルによると、日本人成人 ADHD の場合ですけど10年で20倍以上になったという報告があります。また未成年で診断されるより大人になってから診断をされる人の人数の方が多いという報告もあります。発達障害の専門家である信州大学の本田秀夫先生、私の尊敬している本田秀夫教授は発達障害を次のように定義づけています。発達障害は何らかの突起すべき精神機能の特性が乳幼児期から見られ、その特性が成人期も残ることによって生活に支障をきたすグループであるということです。これはですね、もう示唆しておきたいぐらい重要な定義になります。要約しました。要約すると1、特性が乳幼児期から見られ、小さい時から特性が見られるということが1つ目です。その特性が成人期も残ることによって生活に支障をきたす人を発達障害っていうふうに言うわけなんですね。それが大人の発達障害です。特性とは何か前半。では特性っていうのは何か、よく使われる言葉ですよね。発達障害における特性のことを個性だと表現する場合がありますか？言おうとする意味は同じです。まあ、個性ってね、よく言われますけどね。まあそれもほぼ同じです。個性や特性や個性を分解してみましょう。分けてみます。そうするとね、3つに分けられるんで、1つ目は考え、思考ですね。2つ目は行動。3つ目が感情です。
その人の考えること、それからその人の行動、それからその人の感情、この3つの組み合わせの結果がその人の特性、個性っていうことですね。これは森口祐介先生が論文書かれてますので、詳しく見たい方はクリックしてください。例えば遅刻や忘れ物が多い、よく言われますね。はい、特性。ルールや順番を守ることが苦手。特定のものの、に関する知識や形式にこだわる。こだわりですね。授業中じっとしていることができず、注意されても繰り返してしまうとかね。まあ、同年齢での付き合いやコミュニケーションがうまくいかないとかね。いろいろあります。特性、個性って言われるのね。こうした思考と行動と感情の組み合わせなんです。今言ったことっていうのは、思考と行動と感情の組み合わせ、それが特性なんですね。ただ今は困った特性ばっかり挙げましたね。遅刻するとかってね。こうした特性に困っている人が、私は発達障害かもしれないと悩んでいる場合が多いので、今ね、ちょっと先に困っている特性を紹介させてもらいました。でもこうした悩みはコントロールすれば解決するんじゃないかと思われがちです。なんとかね、その人が注意したり気をつけたりすれば解決するんじゃないかって思われがちです。そこで考えや行動や感情をコントロールする仕組みについてご説明します。脳科学ではコントロールすることを制御と言います。脳に存在する制御システムが中央実行系と呼ばれるものです。聞いたことありますか？脳画像で示すと中央実行系、ここの色ついた部分がこう情報のやり取りするわけですね。イラストで示すとこうなります。ここにね、中央実行系って書いてますね。これ前頭葉にあるんですけども、前頭葉だけじゃなくて、いろんな部位とこう信号を送り合っています。考え、行動、感情、この3つを制御する仕組みが中央実行系です。脳のいろいろな部位が関係し合っていることがわかります。まあ今はそこだけ押さえておいてください。自分の特性というのは思考と行動と感情の組み合わせでしたね。そしてそれらをコントロールするときに働くのが図に示した中央実行系っていうことでしたね。ですからこういったね、ルールや順番を守ることができないとか、忘れ物が多いとかね、コミュニケーションが苦手っていうね、これらの短所は中央実行系がうまく機能しないことが原因だと考えられています。それが短所となって現れている。私は今、機能という言葉を使いました。うまく機能しないって言いましたよね。それが発達障害。ディベロップメンタルディスオーダーズ、医学的な意味での機能障害という意味ですね、はい、ですから私はよく次のように言います、はい、発達障害は障害ではありません、機能障害です。これがね、見出しの意味だったんですね。発達障害って略語でしたよね。ですから障害だと思われてしまいますけど、そうじゃなくて機能障害と、機能が重要なんですよね。そしてこれを詳しく述べるなら、発達障害とは中央実行系がうまく機能しないことで、生活に支障をきたす状態です。生活に支障をきたす状態のことを言うんですね。ですから、その短所が生活に支障をきたしていない場合は、発達障害とは言えません。わかりましたか？今の。例えば、この遅刻や忘れ物が多いってね、特性があったとしても、それでね、でも、なんとかうまくやっている、生活に支障をきたしていない、周りにも迷惑をかけていないってんだったら、発達障害とは言えないってことですね。あ、ここに例が書いてましたね。遅刻が多いという特性を持っていたとしても、お母さんが毎朝起こしてくれて遅刻が減り、自分にも周りにも迷惑をかけていない状態なら、発達障害とは言えません。お母さんがね、ちゃんと朝起こしてくれて、なんとかなっている。多少遅刻はね、続いてるんだけども、お母さん頑張ってる。これね、発達障害とは言わないケースがあります。忘れ物が多いという特性を持っていたとしても、先生が教室に予備の教科書や鉛筆などを用意しておいてくれて、これありますね、教室に置いておく。問題なく授業を受けられているような状態であれば、発達障害とは言えません。教科書もね、先生が貸し出してあげる。これも、もし支障がなければ発達障害とは言われないケースってね、ままあります。特性はあるけれども、生活に支障をきたしていなければ発達障害とは言えない。
このことを知らずに人知れず悩んでる人多いと思います。大人の発達障害では特に多いんですよね。ただしこのことには注意が必要です。自分は生活に問題を感じていなくても周囲に迷惑を、自分はね支障がないと思ってても周りの人に迷惑かけてる場合があるんですよね。その特性によって、それは特性による支障です。はい、支障をきたしているってことになります。また支障をきたすかどうかは環境に大きく作用されます。夜お仕事で朝に子供を起こすことができない保護者のもとで朝に起きられないという特性を持っていれば遅刻は減りません。環境がね、さっきはお母さんが起こしてくれましたけどね、お母さんはね、仕事で疲れてて朝起きられない、だから遅刻が増えちゃうっていう環境だと、それは、ね、支障をきたしているってことになりますね。去年までは良かったけれど、今年の先生は忘れ物に厳しい先生だ場合は、忘れ物がしやすいという特性を持っていれば叱られることが多くなるでしょう。去年の先生はね、教科書入って貸してくれてたんだけど、今年の先生は忘れたんだから、それは自分の責任だって言ってね。で、授業を受けられない回数が増えちゃうとか、これ支障をきたしますよね。そうなると、これは発達障害になる可能性はあります。そうなると、生活に支障をきたしますので、発達障害の症状が出たという診断が下る可能性があります。人の特性は脳の機能ですから簡単には変わりません。ね。その特性、もともとの特性って、特性を変えるっていうことはね、なかなか難しいんですね。むしろ簡単には変わらないと考えておいた方がいいんです。ということは、環境によって支障をきたさないようにする工夫が必要だってことですね。だったら環境を工夫しないといけないってことですね。そしてその環境の中心は人です。ね、お母さんだったりお父さんだったり学校の先生だったりね、環境とは人。したがって生活に支障をきたさないようにするには周囲の人の理解が必要不可欠ですっていうことですね。発達障害とは自分一人の工夫でなんとかなるものではありません。大人の人は特にね、悩んでないでね、工夫しましょう。家族や職場や学校など生活を共にする場における人という環境を変えることは最も大きな工夫になり得ますってことなんですね。ここが発達、特性の前半のお話です。後半いきます。後半、これ前半、まずおさらいですね。特性とはその人の思考、行動、感情のことでしたね。そしてこういうね、遅刻とか忘れ物とかのコミュニケーションとか苦手な特性ね、並べましたけど、これらは特性を悪く考えた場合でしたね。特性は考え方次第で良くも悪くもなります。遅刻や忘れ物が多いのはよく言うと時間に縛られてないということです。これ学校っていう狭い世界で言うと時間に縛られているから遅刻ってことになる。職場っていうのも実はね、狭い空間なんですよね。社会全体で考えればですよ。その職場を辞めて、社会全体で考えれば、時間に縛られないっていうことはね、もしかしたらそれメリットになる。職業をね、選ぶっていうかね、変えれば、ドーンと特性がね、メリットに変える可能性もあるってことですね。美術関係の仕事にするとか、音楽関係の仕事に、自営業にするとかね。ルールや順番を守ることが苦手なのは、ルールや順番などがない職業が開かれているということです。そうですね。大きく物事を考えましょう。特定のものに対する知識や形式にこだわる人は研究者に向いています。ね。牧野万太郎みたいなね、草花の研究をね、大好きとか、ね、そういう感じですね。学校や家庭や職場などの狭い空間では、短所のように見える特性でも見方を変えれば長所になるわけです。これ学校では短所が出るけど家では短所が感じられないっていうね、お子さんはね、よくいらっしゃいましたね。はい、それと同じようなことですね。このように見方を変えることをリフレーミングと言います。これよくありますね。グラスに水が半分入っているとき、半分しか入ってないという見方と半分も入っているっていう見方がありますね。これをリフレーミングですね。特性は変わっていなくても見方次第で良くも悪くもなるっていうことです。これが発達障害におけるもう一つの重要な側面です。特性を考えるときの残り半分ですね。
特に現代社会では多様性を求めています。今時代の変わり目ですからね。組織ってね、どうしても古いシステムを何年も引きずっちゃうんですね。ですから時代の変わり目にだんだんフェードアウトするっていうような感じだから、変わり目にいる人ってそこにね、なかなか気づかないんです。私たち人間っていうのは社会で活躍するというのは特性を生かすということです。この生かすも環境なんですよね。例えばよく言われますけどね、歴史上には発達障害だったと思われている偉人がね、インフルエンサーがたくさんいます。もう代表的なのはエジソンですね。エジソンには強くこだわるという特性があり、理解が得られず小学校を中退しました。はい。でも彼を理解し支えたのはお母さんのナンシーでしたね。そこでもう発明者になったんですね。坂本龍馬には片付けが苦手で約束や締め切りを守れないという特性があり、親を悩ませました。これはまさに ADHD ですね。でも彼を理解し支えたのはお姉さんの乙女ですね。でジョブズには完璧でなければ許せないという特性があり、従業員を困らせました。めちゃくちゃあの従業員には厳しかったと言われていますね。でも彼を理解し支えたのはパートナーのティム・クックです、ね、このクックがいなければあの組織社会会社として多分成功しなかったと言われていますね。エジソンがいなければ電球や蓄音機や映写機は発明されていませんでした。今頃どうなってたんでしょうね。龍馬がいなければ武力による内乱が続き、明治維新は10年以上遅れていただろうと言われています。日本はどうなっていたんでしょうね。そしてジョブズがいなければ iPhone は生まれなかったでしょう。私の手に今 iPhone はなく持てなかったかもしれません。これが特性を生かして社会で活躍するということの具体です。まとめ、周囲の人が本人の特性を理解して力を特性を発揮できるような環境づくりをしなければなりません。そして本人は自分の特性を前向きに理解して自分を生かすってことですね。これ前向きに理解できなければ落ち込んじゃったばっかりだったら病気になっちゃいますからね。その両方の理解が必要なわけですってことです。これは特性の2つの理解ですね。7番目最後です。3人に2人は発達障害兼、私は自分の経験から3人に2人は発達障害兼だと思っています。これ前にね、似たような動画を上げたと思います。むしろノーマルの人は少ないんじゃないかという印象です。むしろね、ノーマルは3人に1人ですからね、3分の1ですから、こっちは3分の2になっちゃいますからね、はい、こういうイメージ、イラストで言うとこういうイメージです。私の頭の中ですね。剣というのは天気図のイメージです。こうね、等圧線がね、何本もありますよね。天気図の等圧線のように中心に行けば行くほどはっきりとした特徴が出てくるっていうことですね。ここは低気圧という。ADHD は高気圧で ASD は低気圧という感じです。イメージですね。まあ二次障害は台風ってことですね。そしてノーマルという低気圧でも高気圧でもないところ、ノーマルっていうのはね、低気圧でも高気圧でもないところって一体どこなんでしょうね。もうこの辺なんでしょうかね。マークはありませんが、間に挟まれた空間です。このような考えを、このような考えをシンプルにすると次のようになります。まあこれらをね、この図をね、もっと超シンプルにするとこういうふうになるわけですね。ADHD とこう診断されている人がもう中心にありますね。ASD の診断も。で、周りに ADHD 兼、まあグレー、いわゆるグレーと言われる人ですね。この3分の1、ここ全体、丸全体でですよ。で、ASD 兼、ASD も含めて、これが3分の1。で、ノーマル兼が3分の1。まあこういう3人に2人は、兼、発達障害兼。っていうのが私のですよ。私の個人的な頭の中です。で、私たちの周りには本人が自分は発達障害かもしれないと気にしていたり、周囲の人があいつは発達障害じゃないかと思われている人が数多く存在しているはずです。はい。そうした方々が私のイメージする発達障害兼の人たちです。言葉で表現するのは次のようになります。ADHD 兼の人は ADHD っぽい人。よく言われますよね。ASD 圏の人は ASD っぽい人、私ですね。ノーマル圏の人っていうのは自分を表に出さない人、まあ、感情とかね、自分をあんまり表に出さない人が結局ノーマルの人っていうことですね。理性的な人っていうふうに言ってもいいと思いますね。
ADHD、ASD はそれぞれに特性があるわけですが、ノーマル、標準的、普通というどう表現するか悩んだんですね。世の中には特徴のない人なんていないですね。ですから本当はね、特徴みんな持ってるんですけども、ノーマルの人は自分を表に出さない。そのためには理性が働いてるってことですね。で、逆、その逆を言えば ADHD 犬とか ASD 犬の人は自分を出してる人です。表現してる人ですね。ですから ADHD 犬の人は明るい自分を出してる人ね。 ADHD って明るいですから、明るい自分を出してる人。なんかセミが鳴き始めましたね。ASD 犬の人は暗い自分を出してる人と表現することもできます。暗い人なんて言うと悪いイメージのように聞こえるかもしれませんが、今暗さはもね、個性ですからね、その暗さを隠さずに出しているのが ASD 犬の人です。そう考えると発達障害犬というのはかなり広範囲ってことになりますね。それが3分の1、発達障害犬は3分の2っていうふうになった理由です。私の頭の中ですね。まとめます。発達障害と発達障害犬についての解説は以上で終わりです。私たちの周りには本人が自分は発達障害かもしれないと気にしていたり、周囲があいつは発達障害じゃないかと思われている人が数多く、その周囲の人がね、そう言ってるっていうね。私はそのような方々の悩みや疑問に答えるために個人相談っていうのをね、やっています、ね。例えば ADHD 犬成人支援プログラムって私が作ったんですけども、こういうね、まあ、シートを2枚用意して最後にチェックリストに答えていただくっていうようなサポートが A ですね。で、その後結果を説明して、その後のアドバイスをさせていただくっていうのが結果サポートです。で、オプションで環境サポート、その方の環境、例えば職場とか家庭の方とも一緒に相談するっていうのがオプションでついています。知識サポートっていうのは発達障害に関するレクチャーですね、をさせていただいているというのがサポートです。で、診断はね、お医者さんしかできませんけど、そこまでは考えていないという段階でね、お話を聞いてもらいたいっていう方結構いらっしゃると思うんですね。で、私の役目はそういう方のお話を聞く、聞き手をさせていただいています。それから発達障害についての多少の知識は私持ってますので、チェックリストっていうね、公的なものを使ってアドバイスをさせていただいています。多くの方に気軽に利用していただきたいと思ってます。この他に個人相談って子育ての相談と、それから保育士や教員の方へとの相談、それからストレスやうつ、ね、私もうつ持ってますからね、そういう相談、それから子どもたち、小中高校生を対象にした相談っていうのも実施しています。これが私の個人事業の個人相談の種類5つになるんですけどもね。大抵はオンライン決済でやっています。で、もしね、軽い相談、相談のまだ個人相談まではいかないけど、ちょっと相談してみたいっていう場合は、ここにね、アクセスフォームっていうのを用意してますので、ここをクリックしていただいて、まあ、軽く相談することもできるし、もう細かく突っ込んで相談したいって場合は、もうここの中に相談の申し込みの仕方もくっついてますので、ご利用してみてください。講座とドッキングさせて今回の動画、紹介させていただきました。一番最初に戻ると、大人の発達障害というこの私のブログもね、夏休み中なかなかね、記事っていうね、文章、長い文章を読む時間ね、普段は取れないと思うので、夏休み中ね、もしよろしければ、読んでみてください。有料記事と無料記事分かれてます。有料記事は単発でね、100円ね、1回100円っていう感じで、ずっと続きませんから、サブスクではありませんのでね、気軽にご利用していただければと思います。今回は以上です。